600年前の日本は隣国の想像を超えて発展していたようです。お疲れ様です。パーソナリティのほのかです。今回お伝えする話題はこちらです。600年前の歴史的資料を見てしまった。自国とのあまりの違いに衝撃を受けるお隣さんの反応。今から約600年前の1429年、足利義教が将軍に就任した年に2度目の朝鮮通信使が派遣されました。朝鮮通信使は室町時代から江戸時代にかけて朝鮮から日本に派遣された外交使節団のことです。2度目の朝鮮通信使派遣は表向きは足利義教の将軍就任祝いでしたが、本当のところは日本の都市部の発展状況などの調査が目的だったそうです。派遣されたパク・ソセンはセジョン大王に日本で見てきたことを報告しました。それは現在もパク・ソセンが観察し証言した文献として朝鮮王朝実録の中のセジョン実録46巻に残っています。600年前の半島人は日本にどんな印象を持っていたのでしょうか。600年前の報告書の内容からいくつかご紹介しましょう。朝鮮通信使からの報告。当時の日本と隣国の差が明確に。まずご紹介するのは水車についてです。当時隣国には日本のような水車がありませんでした。そこでパク・ソセンは学生のキム・シンに水車の構造を調べさせたといいます。日本の水車は水の落ちる力を利用して自然と回るようになっており、その回転で水を汲み上げ田畑に水を引いていました。それを知ったパク・ソセンは報告書にも、我が国でかつて作った人力の水車とは違いますと述べ、日本の水車の模型を書いて送るので、それを真似て水車を作ってくださいと進言しました。当時の隣国は鶴瓶を利用している状態で、日本の水車を導入することができれば負担が大幅に減ると指摘していました。2つ目は効果についてです。綿布や穀物の物々交換をしていた当時の隣国人には、日本人が硬貨だけを持ち身軽に旅に出ている姿は衝撃的だったようです。日本は当時からすでに食料を持たず小銭を腰につけて旅に出ており、道端には旅行者のための宿が設置してあり、そこで旅行者は小銭を払い宿泊や食事を取るシステムとなっていました。そして旅館の主人が受け取った硬貨の価値に応じて人と馬にサービスをしているといったことも報告されていました。報告書には、日本は土地税から通行料に至るありとあらゆるところで硬貨を使用しており、硬貨を利用すれば重荷を背負って遠くに行く苦労がないとも書かれていました。3つ目は家ごとに浴室があり、村ごとには銭湯があることです。パク・ソセンは老若男女問わず沐浴を好む日本人に驚きの声を上げつつ、隣国でも医療機関など人々が多く通う場所には浴室を設置した方が良いとする案を提出していました。また日本では入浴の際も小銭を利用しているのを見て、この方法を隣国でも取り入れることを進言していました。最後にご紹介するのは商店街についてです。日本の商人は自分の商店の軒下に板で棚を作成し、その上に商品を陳列していました。そうすることで埃がつかず、客も商品を簡単に選びやすくなっていました。また陳列された商品は身分の差など関係なく誰でも買うことができました。それを見たパク・ソセンは、隣国の市場は乾いたものや濡れたもの関係なく陳列し、肉、魚、野菜関係なく地面に置かれていることと比較して報告しています。そこで商店と軒下に棚を作り、商品名をつけることで商品の有無と商品が客に見やすくするようにしなくてはいけないと指摘しました。パク・ソセンが日本について報告した内容をいくつかご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。朝鮮通信使の驚きと当時の日本と隣国の差が分かりやすいものとなっていますよね。この内容は隣国のネット掲示板でも600年前の日本の姿とスレッドが立ち、多くのコメントが寄せられていました。
その一部をご紹介します。隣国人の反応。地べたに広げて商売していたのかよ。さすがに未開すぎるだろう。あの当時からあった技術と資本が蓄積されたからこそ明治維新も成功したんだよな。なぜか隣国人たちは明治維新は運が良く一夜漬けだと思っているけど、バカなことを言うね。西洋の文物のおかげだろう。あんな原始技術で何ができるというのか。両国とも未開なので評価しない。隣国の劣等感は凄ましかっただろうな。このような真実ではない記事が毎回人気すれになるのは本当に朝鮮王朝実録の内容そのままなので、これは真実です。日本は陶磁器を作る方法自体を知らなかったので土器の水準だった。陶磁器を作ったのは日本に無理やり連れて行かれた陶工たちで、その陶工たちが日本の陶磁器を発展させ、中国との貿易摩擦のために陶磁器を輸入できなくなった欧州が日本の陶磁器を輸入するようになり、日本の陶磁器の水準はさらに発展することになり、莫大な資金を稼いで日本の近代化に大いに役に立った。いかがでしたでしょうか。文献に明記されていることから事実と認めるしかないといった感じの反応もありましたが、認めることができないといった反応もありましたね。それでは日本人の反応も見てみましょう。日本人の反応。隣国の歴史文献どれくらい残ってるんでしょうか。洛中洛外図とか、その当時の生活の様子、流行ったものとか、詩、文学、学問、建築、芸術、どんなのがあるんでしょうかね。半島が教えたというなら日本以上に残ってるのが普通ですよ。わけがわかりませんね。開闢以来ずっと属国だった半島と欧米列強と肩を並べていた日本を比較すること自体ナンセンス。別に文明が遅れていたというのは恥ずかしいことではない。問題なのは遅れていることを恥と思って見栄を張って嘘をつくことが恥ずかしい。つまり恥ずかしいのは昔の遅れていた半島人ではなくて現在の隣国人という意味。隣国って貨幣経済じゃなかったんだ。知らなかった。隣国人の歴史観マジでやばいな。別に日本史に詳しくなくてもいいんだけど、半島史も現代史もろくに分かってないのはどうなんだ。しかもすでに経済的技術的に日本に追いついたかのような錯覚をしてるやつも多いし、まずはこの報告書にあるように水車を自前で作るところから始めろよ。もう陶磁器だけが自尊心の最後の砦なんだな。哀れ。いかがでしたでしょうか。事実を認めることができない隣国人に対して指摘するコメントもありましたね。このパク・ソセンの報告書の内容は隣国では教えられていません。現代の隣国人の多くは文禄の役の前までは日本より隣国が優れた文明を持っていたと教えられているし、それを信じています。そのためこのパク・ソセンの報告書を教えると隣国人が習う歴史に矛盾が生じてしまうからです。しかしこのパク・ソセンの報告書を見るとお世辞にも隣国が日本より優れていたとは言えないことがわかりますよね。けれどその事実を隣国人のほとんどは知りません。というのも隣国の教育では隣国が文明を伝えたということだけを学ぶからです。すべての文明は隣国が発祥。隣国が文明を伝えたというのは隣国起源説として有名です。隣国起源説とは他国の文化や伝統、歴史などのルーツが漢民族、半島にあると隣国が主張したものです。その対象にはメソポタミア文明や西洋文明をはじめ、歴史上の人物、アニメのような娯楽などありとあらゆるジャンルが含まれています。また隣国は多くの日本文化や文化財を隣国起源であるとして公表しています。例えば有名な隣国起源説に日本刀は隣国技術の伝授によってできたというものがあります。つまり日本刀の製鉄技術は隣国が起源だと主張しているのです。もちろん日本刀の起源は隣国ではありません。
日本刀の歴史は古墳時代に遡ります。その当時は上古刀と呼ばれる反りのない直刀でした。そして日本刀の素材はタタラという日本古来の製鉄技術で作られ、その中の良質な玉鋼が日本刀の素材として使われました。隣国が日本刀を隣国起源だと主張する根拠は、369年に百済の王から日本に送られた七支刀にあります。七支刀は鍛造方法で作られているから、隣国は古代から鍛造方法で刀を作っていたと主張しているのです。しかし現在では七支刀は単に鉄鉱石を溶かして型に流し込んだだけの鋳物だということが判明しています。一方日本刀の製造方法は鍛造です。そして日本刀の素材となる玉鋼を作るためには高度な技術が必要です。この玉鋼を作るたたら製鉄には日本の紛れもない独自の技術の発展がありました。日本は長い歴史を経て製鉄技術を磨き上げ、玉鋼を編み出しました。ですから日本刀は日本独自のものであると言えます。隣国は日本刀の他にも剣道や桜、空手、果ては日本語まで様々なものを隣国起源であると主張しています。隣国はなぜこのような主張をするのでしょうか。ある中国メディアによると、隣国は過去よりずっと小さな属国であり、歴史や資源、世界的地位が不十分なため自信がない。そこで他国のそういったあらゆるものを自国のものであると主張するようになったと分析しています。そしてこのような隣国の優位性を高める教育に、パク・ソセンの報告書は不都合ですよね。そのためこの事実はあえて教えず、ないものとして隠しているというわけなのです。それでは当チャンネルの感想です。正しい事実を隠し、偽りの歴史を教える教育に一体何の意味があるのかと思ってしまいます。自国が素晴らしいという教育自体は大事ですが、歴史を偽ってまで自国は素晴らしいというのは、逆に自国を貶めていることにならないでしょうか。ここで一つ言えることがあるとしたら、日本は別に隣国と優劣をつけようとして発展したわけではないということです。たとえ遅れていると言われても卑屈にならず、相手の優れたところを学び吸収して発展できる素直さが日本の強みでもあるかもしれません。ただ隣国起源説のようなプロパガンダには十分に注意する必要があります。かつて日本の外務省が、相手の土俵には乗らないと隣国の女性たちの問題のプロパガンダを無視した結果、嘘が真実のように一人歩きした例があるからです。事実でないことを突きつけられたら即座に正当な反証をすること、これは日本が隣国との問題から学んだ大事なことですから、国際常識の一つとしてぜひ実行していきたいですね。あなたはこのニュースについてどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてくださいね。なるほど、ためになりましたか？それではまた次の動画でお会いしましょう。